映画書下町探偵団源さんです。本日は門前仲町に来てるのだ。深川不動前に、まさに門前町を歩いていくね。今日は伊勢屋さんお休みだね。門前仲町のお店って月曜日休みのイメージ強いんだけど、今日はね水曜日なんだけどね、水曜日休みの店も結構あるんだね。本日も下町一番物語です。今日の一番は本当に一番なのかなとか思っちゃうんだけど、ちょっとね面白い看板を見つけたんで、そこの店に行ってみたいと思うのだ。見えてきたね。ここかたいげんこつと日本一かたいせんべいと2種類あんだね。げんこつのはかたそうだけど、ちょっとやっぱりシンプルにおせんべい行ってみようかな。かた企画さんは、ご主人も知り合いなんで結構いろいろお話しするんだけど、本当に日本一硬いのって聞いたら、って首かしげて、ちょっとシャレの部分もあるかなとは言ってた。せんべいなんて日本しかないからね。多分韓国とか中国とかありそうだよね。多分かっぱえびせんみたいな形状のってきっとあるよね。でも米で作ったあの丸くてちょっと硬いの、あれは日本しかないんじゃないかな。こじつけかもしれないけど、それをせんべいと断定するならば、せんべいは日本にしかないね。日本一硬いってことは世界一硬いんだよね。世界一硬いってことは宇宙一硬いんだよね。それこそシャレだね。せっかく不動様まで来たから、ちょっとお参りだけしておこうかね。最近はやっぱりお不動様も外国の観光客多いのかね。二礼二拍手一礼。
この浜屋のモニュメント、なんか、いいね。うん。そういえば、浜屋っていうと、お正月のイメージだけど、通年お不動様にはちょっと珍しいもんがある。もう2月なんだけど、お不動様はまだお正月の初詣ムードが漂ってる感じだね。これ、このわらじ、でかいでしょ。ちょっと珍しいよね。まあ、わしは雪駄なんで、わらじは履かないっす。一応調べてきてます。レニューって言ったもん勝ちなんで、多分諸説あると思う。その中でも有名なのは、関西にある伊賀山本ってとこのおせんべい。どれが本当はよくわからないよね。お、残雪。ただ、定義付けでいろいろ変わるもんで、企画さんが、日本一硬くないとはちょっと言いづらい部分もある。関東でせんべいっていうと、うるち米の醤油せんべいなんだけど、関西では主に小麦粉と卵白で作られた甘いおせんべいのことを言う。だからそもそも違うもんかもしれないね。でもまあ、シャレだって言われちゃえば、そもそも比べることは間違いかもね。スタジオガンクインテッドのカンファレンスゾーンに戻ってきたのだ。日本一硬いおせんべい、実食してみます。硬いからね。どんかち塩を持ってきた。お茶。今日のお茶はおじ茶。これが、極硬フォアってのは何だよ。ちゃんとした名称あるのか。さあ食べてみよう。うまい。うん。なんかね、硬いから出せる味っていうのかな。ちょっと柔らかかったらこのインパクトが弱いからこんな感じにならないかもしれない。あんま受けないんだけど、硬いおかげでこの味が出てるって感じかな。あ、でもほんと硬いわ。ただ日本一硬いかどうかって言われると、どうかね、よくわかんない。でも美味しいっす。本日は門前仲町の企画、日本一硬いせんべいをお届けさせていただきました。じゃあ今日はこの辺で、これでいいのだ。
ちなみに企画っていう店名ちょっと珍しいよね。名前の由来はね、宝井企画、江戸時代の俳諧師だね。俳句を読む人、わかりやすい言い方すると松尾芭蕉に弟子入りしてた人です。人柄はね、酒を好み、作風は派手で、洒落を愛する人だったみたいよ。そんなとこから店名取ってるぐらいだからね。粋で洒落を愛する店、そんなイメージの店だよね。やっぱり粋で洒落を愛するタイプの店、そんな感じするよ。まあさっきも言ったけど、ご主人もちょっと親しんでわかるんだけど、ご主人もまさにそんなタイプ。もっとも今のご主人は俳句じゃなくて絵画の方に造形が深いみたい。やっぱりそこら辺もね、粋でね、洒落な感じだよ。